おはようございます。4月23日金曜日、新聞コラムの音読を行います。その前に新聞、五輪と無関係、IOC 会長、これが炎上してるみたいですね。では、その前にコロナ情勢。コロナは一応、世界のコロナ感染者数1億4391万5000トンで83名。死亡者数306万トンで569人。22日現在、アメリカジョーンズ・ポプキンズ大学による集計によるものです。インドネシアの潜水艦が行方不明になっているようです。酸素量は72時間。酸欠は怖い。ついに国内のコロナ感染者、昨日より5499名。うわ、だいぶ増えてる。このようになっております。尖閣は69日連続、中国海警局の船2艘が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認した。領海に近づかないよう巡視船が警告した。1艘は機関砲のようなものを搭載している船は確認されなかったみたいですね。以上です。次は産経明報の音読を行います。4月23日、産経明報の音読を行います。今日の産経明報の表題は次のように決めました。安全第一、工事現場を守れ、経営者が守れ。KY、危険予知といっても空気嫁ではない。もともとは危険予知のローマ字し略語である。労働の現場に潜む危険をいち早く予測して取る対策を指す。高度成長期に民間の工場で始まり、中央労働災害防止協会が全国に広げていった。その甲斐あって、労働災害による死亡者数は、昭和36年、1961年の6712人をピークに減り続けているとはいえ、避けられたはずの死亡事故は今も後を絶たない。今月15日に、東京都新宿区のマンション地下駐車場で起きた事故もその一つである。作業員が天井の張り替えをしている最中に消火装置が誤って作動し、二酸化炭素 CO2 が充満した。作業員4人の作業員が高濃度のCO2 による
中毒で死亡した。中毒じゃないけどな、これ酸欠ですけどね。 CO2 を含む消化ガスを噴出するタイプの設備は安価で周囲を汚さない利点があり、都内では現在約3500棟で稼働している。同僚の事故は昨年12月に名古屋市のホテル駐車場で、今年1月には都内港区のビルの地下駐車場でも起きていた。消防庁では関係者に注意を呼びかけていた。消火装置の取り扱いに詳しい消防設備士が立ち会い、あらかじめ電源を落としていれば今回の事故は防げたはずだ。安全第一といえば建築現場などの標語としておなじみである。20世紀の初め、当時世界一の製鉄会社だった US スチールの社長が労働災害事故に心を痛め、安全第一に唱え変えて、ごめんなさい間違った、生産第一に変えて唱え始めた。安全第一、つまり安全第一とは本来現場で働く人たちの心構えというより、経営者が守るべき厳しい戒めであった。工事の安全管理は元請け会社が責任を負っている。果たして問題がなかったのか、孫請け会社の作業員は安全第一ではない現場に送り込まれていたのだ。令和3年4月23日金曜日、三景明の音読を終わります。ここで先ほどありました二酸化炭素による中毒、最終的には中毒という言葉を使ってますけど、怖いのは酸素欠乏です。空気中に酸素は 21% ありますけど、それが何倍だったかな、18以下になると意識がなくなります。 5% かそのぐらいになると、その空気を吸った途端に、一息吸った途端に即死亡します。 それが酸素欠乏の怖いところです。まあ中毒という標語で文言で知っていますけど、酸素欠乏を注意してください。例えば夏ドライアイスですね、ドライアイス、あれは二酸化炭素の塊ですので、あれをお家に持って帰ってくる時があると思います。お菓子やケーキ類にドライアイスいりますかって言われてる時、あれを部屋の中で放置しないように、窓の外に出して気化させるようにしてください。事例を調べたら、なんかソ連、2020年のソ連7月の時に事故が起きています。それはプールに二酸化炭素、じゃあドライアイスを放り込んで、演出のために煙が出ます。あの煙によってプールに飛び込んだ人が2人ほど溺死、あと2、3名の人が横で吐き気とかそういうのを起こしていました。ドライアイス吸いすぎないように。
炭酸ガスと言われてるやつです。俗に言う。ではこれでありがとうございました。またねー。